こんにちは、豊さん、はい、西武に西俊久さんが一軍野手総合コーチで入閣ということが決まりました。はい、はい、西さんが西武、ね、いや監督がね、はい、決まらない時に、はい、あれプロ野球ニュースで一緒になったのかな、西と、はい、お前あの西武から来てないかとか冗談で言ったんだよ、はい、いや来てないです、お前監督やらせてもらえとか言って、うん、言ってたんだけど、はい、コーチが決まるとびっくりしたな。びっくりしましたか。その時話も来てたんですかね。いや来てなかったと思う。いや何も来てませんよ、縁もないもんっていう話はしてたんだけど、 DeNA で二軍監督やっていて、はい、うんうん、ファームで、まあ、西武と戦ったりだとかした時に、はい、まあ、西の野球感とかね、うん、まあ、そういうのは知れることができて、はい、白羽の矢が立ったという、はいはい、そうです。で、まあ、日本代表侍ジャパンの内野守備走塁コーチなどもその前、うん、DeNA の二軍監督の前にはされていたということで、まあ、あの自身も現役時代に4度のゴールデングラブ賞ということで、はい、西口新監督、まあ、新しい西武の体制が西さんを呼んだというのはこれ西武に選手にどういうことを、まあ、野手の強化だよね、うん、で野手総合コーチ、はい、だから、まあ、バッティングも守備も走塁も、まあ全部見てもらうというね、まあ、そういうポジションに当てたという。でね、やっぱこうお互いコーチ同士でバッティングコーチ、守備走塁コーチってつくとやっぱね、それが気になっても言えないんだよね、はい、だからそれを取っ払って野手総合コーチ、うん、何でもいい気がついたところは教えてくれっていう、うん、まあ、そういうスタイルを取ったなっていうような感じがする。なんかここは打撃コーチだったり、はい、守備や走塁とかのコーチがいたとしても言えるという感じが、はい、まあ、まあ、話し合いができるというね。これはナンバー3と考えていいんですか。ナンバー3、はい、どういうこと。西口さんがトップにいて、はい、その下にあのヘッド鳥越さんがいて、やはりナンバー3的な位置ということなんですか。まあそうだな、まあ、ナンバー3っていうよりも、うん、鳥越と横並びみたいな感じでもいいけどね。まあ、西のキャリアとか、はい、まあ、2軍の監督もやったキャリアとか、うん、まあ、いろんなことを考えるとね、はい、やっぱり横並びの方が、うん、まあ、スムーズにいくような気はするよね。またさらにですね、打撃コーチとして球団 OB でソフトバンクや楽天でコーチを務めた立花氏、はい、で内野守備走塁コーチにはオリックスやヤクルトでプレーした大引氏が入閣することも分かったということで、はいはい、これ立花さんも豊さん同級生ね。え、そうなんですよね。高校時代から戦ってるからね。もうずっと知ってらっしゃる。もずっと知ってる。どういったコーチをされる方なんですか。まあ物静かっていうか、はい、物腰柔らかい、うんうん、そんな感じの人だよね。どこをとかボーっとして言う。本当ですか。いやいや、こう柔らかいという意味でね、はい、はい、ドボーって。でもコーチ経験、それ誰かに似てるんですね。何が誰が豊さんがモノマネする誰かに似てたんですけども、はい、ただあの立花さんは非常にコーチ経験が長い、いろんなキャリアを積んでるしね、はい、でいろんな苦労もされてるし、だからいいコーチだよ、うんうん、俺はそう思うけどね。あ、そうなんですね。だからこの長いキャリアの中でいろいろその立花も変化してきてると思うんだよね、はい、でバッティング理論とかね、はい、例えばその YouTube で見たりだとか、はい、まあ、そういうことも取り入れてると思うよ、うん、結構柔軟な人だから。あ、そうなんですね、うん、だからこうじゃなきゃいけないっていう型にはめる人でもないし、ね、うん、あとは内野守備走塁コーチにその大引さんが入るということで、ここは、まあ、大引さんは日本ハム時代に派遣でそのアメリカの方に行かれて、まあ、日本ハムはよくそう生かすよね、コーチングの、まあ、まあ、ヤンキースとの提携があると思うんだよ。あ、そこら辺の株参加っていうかさ、はい、参加でこう勉強したんじゃないかな。そうなんですね、うん、でその後は日本体育大学の大学院に入られて、そこでコーチング業を学び、で学ぶ傍らそこの硬式野球の臨時コーチなどもされていたということなんですけれども、まあ地味にキャリアを積んできてたね。そうですね、きちんと、まあ、地味って言ったら失礼なのかもわからないけども、はい、まあ、しっかりしたコーチ理論というか、うん、コーチ業というか、はい、まあ、そういうのを学んだのかなっていうような気はするけどね、うん。であの西口新監督が就任会見の中で、やっぱりその守りの野球が自分の中では理想と、少ない点数でもいいから守り抜く、そこに打線が噛み合ってくれればいいというふうに新監督は話されていたので、守りより重視のことをできるコーチ陣であったりとかっていうことを期待しての入閣になるんですかね。そ
そうだね、まあ、今年見てると、もう打てる方が楽だけどね、もうピッチャー気の毒でしょうがなかったもん。またロースコアでっていう。っていうことを言ってるんだよね。そうじゃなくて、もう、モード爆発みたいな、そういうチームを作りたいみたいな、その方がなんかね、いいような感じがするけど、本当、ピッチャーってもう疲れちゃってるよ、点取れないんだもん。そうですよね。これ投手陣が聞いたらどう思うのか、またロースコア、これを守り抜く、おいやめてくれみたいな。もういいですね、そう、まあね、でも急に打てるもんじゃないし、まあ、ピッチャーの監督らしく、はい、やっぱロースコアの試合で勝ち抜いていくっていうね。でもやっぱセーブというと、西口さんの時も現役の時はやっぱりそうでしたけど、はい、やっぱり打つっていう、打ち勝つっていうイメージがあるので、いきなり路線変更、まあでもそこら辺は西がやるよ、もうちょっとこうしたら点が取れると、うんうん、いうようなことは進言していくと思う。それは西口新監督はもちろんもちろん、うんうん、だからトルヘッドとね、はい、まあ、話しながらもうちょっとこうしたら点取れるなとか、はい、まあ、そういうことは西はうまいと思うから、うん、やっていくとは思うけどね。あと尾関さんが二軍監督に就かれるということで、はい、まあ、尾関さんももちろん、ね、あの西武出身の方なので、はい、でもなんか西武出身だったり、その下から上に上がってこられた方もいれば、外から入ってこられる方もいたりとか、やっぱり血の入れ替えっていうのはね、まあ、必要な。でね、西武はね、やっぱりね、クリーンアップを打てる人間を取らなきゃダメだ、ドラフトで。ドラフトでもうピッチャーはいい、はい、もうドラフト1位、うん、もう決めた、大正大の渡辺、もう1本でいい、おもうこれ右の大砲でいけみたいな、はい、もう4番英才教育、はい、いけみたいな、打て、もうお前将来的には三冠王だ、じゃあ守り抜くというより、そのもう打てですね、そこは。いや、ピッチャーはいるから、ある程度、うんうん、ね、いやだから、やっぱこう蓋を開けてみればさ、困った時に、将来的に4番誰が打つのって、このチームはって。その人材がいないんだよ、はい、いやそしたらやっぱ大正大で渡辺って高陵出身のやつがいるよ、はい、これをやっぱドラフト1位だよ、うんうんうん、ね、どっちにしても西武はドラフトではやっぱりバッター野手、いや俺はやっぱり4番候補を取った方がいいと思う、はい、野手はどこでもいいよ、うん、それよりは4番候補を取った方がいい、うん、クリーンアップを確実に打てる、はい、いやこれクリーンアップから外したらもう意味ないだろうっていうような人を取った方がいい、それはねやっぱもう渡辺、はい、もう一本釣りでいいよ、一本釣りでもここは行った方がいいと、うん、どうですか、ちょっと言いながらなんかみんなの反応がないみんなの反応みたいですよみんなパソコン向いてて誰も目線合わせてくれないっていう、もうどうですかねみたいな、ね、間違ってますかみたいな、どうでしょうね、なんか自信暗鬼になってくるよないやでもそうですよね、いやいや俺はそう思うよ、うん、確かに、まあ、西口新監督はやっぱり少ない点数でもいいから守りにくっていうのはおっしゃってますけど、やっぱり西武の特徴としてはもちろんピッチャーも良くて山賊打線のように打ってくれるっていうのがザ・西武、まあ、西口監督 の、 あの理想であり、うんうん、まあ、今の現状を踏まえたら、うん、まあ、そういうしかなかったっていうね、はい、その気持ちは察するけども、うん、やっぱ将来的にはね、はい、西武って豪快なバッティングが魅力なチームだったからね、はい、まあ、その頃も西口っていうのは多分知ってると思うんだよね、少し栗山さんとかおかわり君とか中島選手の時なので、そう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 、バンバン打ってくれてる、バンバン打ってました時だよね、はい、いやだからそうだな、まあ、そういう風な形に最終的にはね、はい、なんかこう選手を育てて持っていってほしいなと、うん、そうですね、また新しい西武がちょっと外からも血が入ってくるので、西口監督が見てくれてるかね、この動画ですか、どうなんですかね、あ、豊さん現役の時って接点はあまりなかったですか、現役の時はもう解説者だからさ、そうか、豊さんがか、そうかじゃない、そうだろうか多分ね、いやだからその渡辺取ってほしい、あ、そうですね、ドラフトで大正大の一本釣りしてほしいと、ドラフトが、ね、10月24日に迫ってきたので、さあこれで西武が1位渡辺大正大って出るのか、はたまた全く違うとこ行くのか、ピッチャー行ったらもうずっこけるそれいいだろう、もうピッチャーはみたいなありますか ね、 ね、あのちなみに10月24日我々、ドラフト会議を生で見て、その後すぐに速報として動画を出すので10月24日楽しみにしていてください、はい。